皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、アメリカ合衆国の成立についてお話します。1750年代、北アメリカではイギリスとフランスが貿易の利権や植民地の獲得、これで争いを繰り広げていました。そんな中、1755年にフレンチ・インディアン戦争というのが起きます。この争いは最初フランスが優勢だったんですけれど、イギリスがこの東海岸の植民地、この人たちの協力を得てフランス軍を破りました。これが1759年です。この時活躍した人、それがジョージ・ワシントンです。これアメリカの初代大統領になった人なんですね。その後イギリスはこの植民地を課税などによってこれ支配を強化しようとします。これなぜかというと、イギリス、この北アメリカでもそうですけれど、ヨーロッパでもね、たくさんね争いがあったんですね。その争い、戦争によって財政が悪くなった、財政が悪化した、お金が足りなくなった。だったら植民地に税金をかけてその財政を埋めようと、こう考えたんですね。でイギリスは植民地に新しい税金を課してね、この支配を強化しようとしたんです。でもね、1765年の新聞やパンフレットなど全ての印刷物にこれ税金をかける、この印紙法、これを施行しようとするんですけれど、これ植民地の人と反対運動によってこれは廃止されました。この時の有名な言葉は、代表なくして課税なしというのがあります。これはどういう意味かというと、植民地ではイギリスの議会に対して誰も代表を送っていないとね、議員を出していないと、だから税金を払う義務がないと、それをまとめたのが代表なくして課税なしという言葉です。これによってこの印象は廃止になりました。その後1773年、ね、イギリスはイギリスの東インド会社、これに植民地の市場を独占させるためにこの茶法というのを出すんですよ。でこれに対しても植民地側が猛反発して、これボストン茶会事件という事件が起きます。これは何かというと、ボストン港に停泊していたこの東インド会社の船、これに当時のインディアンの服装をした仮装したこのボストンの市民が乗り込んで襲って、積み荷のお茶を海の中に投げ込んでしまうと、こういう事件です。こういう事件が起こってしまいました。でイギリス本国と植民地の関係、だん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 悪くなっていくんですね。そしてこのアメリカ独立戦争へと発展していきます。これ1775年、レキシントンでイギリスと植民地側が武力衝突をします。でこれによってアメリカの独立戦争が始まったわけです。でこの時、ね、ジョージ・ワシントンが植民地側の総司令官になりました。これなぜかというと、このフレンチ・インディアン戦争でとても活躍したから、ね、活躍した人を総司令官にしたということです。で1776年には植民地の代表が独立宣言、これを発表しました。でこの時初めて国の名前がアメリカ合衆国と、このように決まっています。この時最初ね、この植民地の人たち、イギリスとの和解、これを求める人がたくさんだったんです。しかしこの1776年に出された本、トマス・ペインという人が書いたんですけど、この人が書いたコモンセンス、この本が独立の正当性を訴えて、この独立の機運が高まったんですね。この本ね、3ヶ月で12万部も売れたそうです。当時の人口からしたらものすごい、数です。で超ベストセラーですね。今で言ったら超がつくベストセラーになったと。この本で独立の機運が高まった。それでもやはり
ね、独立はしたくないという人たちはどうしたかというと、独立を望まない人たち、これはカナダへと移住していきました。で、この独立宣言、ヨーロッパに伝わって、これ支援をする人がたくさん出てきて、これアメリカにやってきます。で、軍隊の訓練とか、その他いろんな支援をしてくれるわけですね。そしてベンジャミン・フランクリン、これ電気ね、雷は電気だというのを見つけた人ですね。これ有名ですけど、この人がヨーロッパに行って各国を巡ります。で、この人、フランスの協力を得ました。フランスはアメリカ合衆国側になってイギリスと戦ってくれるとね、こういう約束を取り付けました。さらに続いてスペインがね、アメリカ側について参戦すると、このようになってイギリスはなんか孤立しちゃうんですね。そして1781年、ね、イギリス軍が降伏してこの独立戦争が終わりました。で、独立戦争が終わったから、ね、アメリカが独立して国として認められた、こういうわけにはいけなかったんですね。その後1783年、この2年後ですね、このパリ条約でアメリカ合衆国の独立が認められて、これ正式な国になりました。そして1787年、合衆国憲法が作られて、1789年には、ね、ジョージ・ワシントンが初代のアメリカの大統領になっています。このアメリカの大統領、ワシントンは2期8年務めています。アメリカでは大統領はこの2期、最長8年しか、ね、できない。このように決まっています、ね、これも覚えておくといいですよ。テストに出るかもしれません。ここで赤い丸がついた部分はテストに出やすいところなので、皆さん覚えておいてください。今日はアメリカ合衆国の成立についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。